ニコ歌のニコはニコニコのニコです、私たちの歌を聴いて皆さんが笑顔になったり心が温かくなってくれたら嬉しいなと思って心を込めて歌わせていただきます。そして次の曲は君は愛されるため生まれたという曲です。この曲は韓国の牧師さんが作詞作曲された、ゴスペルソングになります。ゴスペルソングのみならず、いろんなゴスペルクワイアだけでなくいろんな人に愛されて、多くの人が歌っている曲です。君は愛されるために生まれた、君の生涯は愛で満ちているという、温かいメッセージが込められた一曲です。聴いてください。
とうございます。今日は私たちリポーターの歌に、足を止め耳を傾け、そして皆さんの大切な時間を共有していただいたこと本当にありがとうございます。最後の曲はヒールザワールドです。私は大人になってリポーターをはじめ大好きな仲間と共に歌を歌い、そしてこの曲に再び出会って強く確信したことがあります。歌は、音楽は世界を変える、平和をもたらしてくれるということです。高い壁を作らなくても、重い武器を持たなくても、みんなで手を取り共に歌い合えば、私たちの住む世界はより良い世界に、そして地球になっていくと信じています。だから私はこれからも大切な大好きな仲間と共に、家族と共に、みんなと声を合わせ、そして思いを一つに歌を歌い続けていきたいと思っています。今日はありがとうございました。ではお聴きください。You